久保さんやっぱりあの組織に属してるっていうのはきついですよね、うん、まあいいところもあるっちゃあるんですけどねでも結構やっぱ縛り,じゅ縛りが強いですよね、うん、だからそのねまあジャニーズのちょっと問題にもなりましたけどあれだけでかい組織になるといろいろあるでしょうねうん圧力もあるだろうし だから大きければ大きいほど小回りがやっぱ効かなくなるんで、やっぱ、ね、小回りが今効いた方が本当に行きやすいと思います。だから僕ももう7年、鹿児島、7年ですよ、かぶ、早くない、早いっすよね。本 <laughs> 当早いですね。秒で7年ですよ。鹿児島来て。でもね、まあすげえ楽になりましたね、本当に。一人だと。うん。 まあ久保さんもやっぱね、わかるとは思うんですけど、やっぱマージャン店っていう組織があったとき、まあそれはそれで楽しい一面もあったとは思うんですけど、やっぱりいろんな縛りはもちろんあったと思うし、ね、やっぱもう、こじんまり、今はこじんまりがいいんじゃないですかね、いってらっしゃい。